今回はちょっと今までレーザーカッターとかそういう動画を上げてたんですけど、ちょっと気分転換で、ブログの方でちょっとアクセス数が結構多いというか、見てくださる皆さんが多い、スキャンスナップのですね、使った自炊、自炊って本をデータとして取り込んで、パソコン上の PDF とかそういうので見れるようにすることを、自炊っていう言い方をしてるんですけど、自炊をする方法を、難しいことじゃないんですけど、うちがどういうふうにやってるかっていうのをちょっとお見せしたいなと思います。いろんなサイトとか動画を見てると、スキャンスナップ自体は結構メジャーな機械で、売れてるので、レビューとかの動画いろいろ上げてる人はいるんですけど、実際にそれを使ってこういうふうに使ったら実用的みたいな動画って上げてる人がいなかったので、そういう方向性の動画にしたいなと思います。で、スキャンスナップを使って本を取り込むっていう行為が、そんな動画にしなきゃいけないほど難しいことなのかっていうと、実際にはそんな難しくなくて、ただスキャナーなんで紙をここに入れていくだけっていうものなんですけど、それをいかに効率的にやって手際よくやって、漏れがなくミスがないようにしていくかっていうのが、やっぱ結構時間を有意義に使うために重要なことだったりするので、今回の方法はちょっと私が一番今のところ最短だなって思うような方法でやってみたいなと思います。で、まず最初にスキャンスナップを使うときにファイルをどういうふうに、スキャンスナップってスキャンし始めたら、どういうふうにそのファイルを処理していくのかっていうのを決めなきゃいけないんですけど、実際にそれをどういうふうに決めているのかっていうのが、いろんな設定があって、画質だったりとか大きさだったりとかっていうパラメータがいろいろ変更できるんですけど、変な話、低画質で取り込んだ方が当然早いのは分かるんですけど、実際にそれを低画質のまま取り込んでしまって、後で、あの時に高画質に取り込んでおけばよかったなと思ったりするっていうのも後悔でしかないので、原本を捨ててしまうような場合は、基本的に最高画質で一番ベストな状態で取っておいて、容量が多少大きくてもそれは我慢するっていう方向にしといた方が、私としては今まで後悔することがなかったので、基本的にはそういうふうにしています。で、スキャンスナップでもモデルがいろいろあって、写真で上からパシャッと撮るタイプのものもあれば、こういうシートフィーダーでシャーッと1枚ずつ紙を通していくような形もありますし、スキャンスナップじゃなくてもよければ、会社のよくあるオフィスには複合機みたいに上に紙をですね、こうやって置いて1枚1枚スキャンしていくようなタイプもありますが、1枚1枚こうやって撮っていくタイプが一番やっぱり画質はいいんですけど、何百ページまでの本を取り込んでいくっていうのは難しいですし、なんていうんですかね、自動的にやるっていう観点でいうと、もう自動的ではないので、自分で一枚一枚やっていくっていう処理になるので、あくまでもその枚数は数枚とかっていうレベルの取り込み向きで、それを自動的にやろうと思うと、この ADF っていう、自動的に紙を送るっていう装置がついているタイプのスキャナーを使わないと、自動化はできないんですね。で、そのブラザーとかキャノンとかいうエプソンみたいなインクジェットプリンターの複合機みたいなのが最近出てて、プリンター自体にそういう ADF がついているタイプのものもあるので、ああいうの使っても全然構わないんですけど、なかなかやっぱり専門の機能というよりはプリンターのおまけみたいなところが大きくて、うまくいかなかったり失敗したりとか、なんかその紙が詰まったりとか結構エラーが多くてイラッとすることもあるので、なかなかああいう、安いというかプリンターに、プラス数千円でスキャナーがついてるみたいなものっていうのは、やっぱりその数千円分ぐらいの価値しかないっていうのがあって、私も昔はそういうのを使ったりとかいろいろ使ってるんですけど、結局今はちょっとレーザープリンターの大きいのを使ってるので、 ADF 付きっていうのが今いいのがついてるのはなくて、しょうがないから、スキャナーだけ別に買うかって言ってもこういう形のものを使ってますけど、一番やっぱり枚数取り込もうと思ったらこれが効率的ですね。その紙を送る時のエラーも少ないですし、確かに5万円とか4万円とかするので安い買い物ではないんですけど、それだけのメリットはあるかなっていう感じですね。で、私の中で今一番やっぱり望んでるというか、期待してるのはもうスキャナーの、紙取り込める紙の大きさで、基
基本的にやっぱり A4 サイズが限界のスキャナーが多いんですよ。なのでまあ A4 以上の本、まあ、よく女性誌とかコンビニで売ってるような女性誌とかってまあ A4 よりちょっと幅が広かったりするんですけど、ああいうのは基本的にこういうのは取り込めないので、あれが取り込めるようになったスキャナーが出たらまあ即買いするのになっていう感じなんですけど、とりあえず今のところ個人向けでそういう幅が広いタイプのものを取り込めて、そこそこ性能がいいものっていうのが存在してないので、まあうん、まあ、出たら買うけど出るのを待つかなっていう感じです。まあ変な話、現状で言うとまあ A4 っていう紙の原稿に限ればもうこれがベストバイで、もうここ数年ずっとこれがやっぱり単独で一番で、まあ、この富士通とか PFU さん の、 まあこのスキャンスナップっていうシリーズなんですけど、これが大体ほんと鉄板で数年おきにまあリニューアルし出してくるんですけど、ベストな回で出してくるなっていう感じはします。で最近まあこのスキャナーを使って取り込んだデータをクラウドに上げたりとかっていう機能とかもいろいろついてて、スマホで見れたりとかネット経由で見れたりとかっていう機能があるんで便利だったりもするんですけど、私としては正直それ全然使ってなくて、そういうプラットフォームは自分で全部作り込むような形をとっています。なんでかっていうと、まあスキャナーでまあ取り込んでる以上、まあ、データ量はそれなりに大きいので、それをクラウドに上げるっていうまだ現実的な速度が出ないとか容量がないとか、まあ、そのオンラインストレージサービスみたいなのを使っても、まあ、お金を払わないと容量を確保できないんで、まあ、そういうことになるんだったら、まあ、自分ちのその何て言うんですかね、ストレージっていうか、最近だとあの外付けハードディスクとかではなくて、そのネットワークアタッチドストレージとかっていう NAS って言われるものに対して保存したりした方が管理がしやすいので、うちはそういうスタンスで行くようにしてます、ね。でまず最初にですけど、スキャナーの設定がどうなっていくかですね。スキャナーの設定はスキャンスナップクラウドっていうのと、普通のスキャンスナップの昔の従来の取り込み方が2種類あるんですけど、私はその昔の従来の取り込み方を使ってます。で読み取り設定っていうのがあって、どうしようかな、これで見えるかな、よいしょ、読み取り設定っていうのがあって、ここは自分でプロファイルをいろいろ作れるんですけど、私がまあ使うパターンでいうと、まあ原稿として使うのが、まあそう A4 両面に印刷されたカラーの本とか、まあ、例えばレシートとか、あと片面カラーの自動 PDF とかっていうのもあんまり使うことないですけど、まあ、例えばまあ申し込み登録はがきみたいなやつとか、まあ、ID とパスワードが書いてあるようなもんだとかって、まあすごい単一のもの、まあ別にこの A4 サイズのやつでも共有できるんですけど、あと年賀状関係ですね。年賀状はどうしても捨てるに捨てられないけど、まあデータとして取っておけば後で見返せるので便利だなと思って、私はもう年賀状は取って、一昨年以上前のやつは捨てるようにもしました。であとまああんまり使うことないですけど、例えば印刷した写真をデジタル化したりとか、あと他今までのやつはあと全部 PDF だったりするんですけど、 JPEG として取り込みたいみたいな、まあブログ書いたりとかするときに使うものとか、あと私がこれ便利なと思うのは名刺は基本的に一人の名刺が両面に印刷されてて、まあ片面英語片面日本語みたいな同じ情報が書いてあればいいんですけど、人によってはまあ裏面に違う情報が書いてたりするので、そういう人たちのためにまあ名刺を表裏で一セットにするみたいな感じ。あとまあモノクロで強制的にデータとしてはもうカラーじゃねえから容量減らしたいみたいなのがあったらモノクロでみたいな、まあ、これぐらいのプロファイルしか使ってないです。今日ご紹介するのはこの A4 サイズ自動両面カラーって、まあ、A4 サイズって書いてありますけど、このスキャナーで取り込める最大の大きさっていう感覚ですね。で設定はですね、まあ何の面白みもなくて、フォルダに保存というまあこのなんていうの、スキャナーでデータを取り込んだ後に、まあ、フォルダにファイルとして保存するっていう、まあ、ここには他にもあのアクロバットに送ったりとかメールで送ったりとかっていろいろあるんですけど、まあ、どれもその場しのぎの処理でしかなかったりするので、この中で言うと、まあ、指定したフォルダに保存した後に、まあ、自分がそのフォルダに保存したファイルを使ってどうかするっていう概念にするようにします。であと保存先はまあフォルダ名です。
読み取り設定はいろいろ選べるんですけど、自動にすると結構ページによって大きくなったり小さくなったり、画質だから大きくなったりね、あの汚かったり綺麗だったりすることがあったりするので、僕はそれが気に食わないので、もう常にエクセレントの最高品質で取り込むようにします。でカラーモードっていうのが、これも自動判別とグレーと完全な日の白黒、まあ、ファックスみたいな感じですねっていうのがいろいろあるんですけど、これは自動判別にすると、まあ、間違うこともあるので私はカラーにしてます。で読み取り面の選択、基本的に両面片面、これはスキャンするときに選べるので、まあこの段階ではどうなっちでもいいんですけど、まあ両面と。で向きが自動判別、まあこう自動判別使うと字の向きとかで画像を回転させたりしてくれるんですけど、基本的に本とかでも原稿って常に同じ向きで入ってくるので回転することはないという前提で回転しないという処理にしてます。あとこの白紙ページを自動的に削除しますっていうのもあるんですけど、白紙じゃないことも確かにあったりするって判別ミスみたいなのもあるので、ここはもうチェックを外しておいて継続読み取りを有効にします。これは原稿がなくなった時に終わるのか次の原稿を待つのかっていう設定なんですけど、まあ、次の原稿を待つっていう設定にして、でこの辺の余計な言い方悪いですけど余計な機能は全部私はオフにしてて、そういうスキャンスナップガンソフトの誤判別をで後で嫌な思いしたくないので全部オフにしてます。でファイル形式は当然のように PDF か JPEG なんですけど PDF で、テキスト認識の選択、これあのスキャンするときに同時にその印刷されている文字を読み取って、後で検索できるようにしてくれるんですけど、基本的にこれはまあ誤字脱字があるの前提なのは分かってるんだけど、検索できないよりはいいだろうっていうことで私は基本的に全部検索できるようにします。で原稿はまあ日本語じゃないこともありますけど、基本的に日本語なんで日本語で全ページと。でオプションはこれ他のあのプロファイルと違うんですけど、このプロファイルではもう全てのページ PDF を、全てのページを一つの PDF にして一つのファイルとして吐き出すっていう設定にします。これ設定ページごとに PDF ファイルを作れますみたいにすると、例えば2ページごとに PDF にすると名刺を連続で読み込んでも1人分が1つの PDF になるので後で管理しやすいっていう感じですね。でパスワードとかもこの辺は後でもつけれるので何もしないと。で原稿サイズは、自動検出 A4A5A6 とかっていろいろあったりするんですけど、まあ、A4 にしておいてもいいんですけど、まあここで原稿のサイズを誤って判断することってことはあんまりないのもありますし、 PDF をダーッと送ってみるときに、まあ、ページの大きさがまちまちだったりするとちょっと気分が悪いので A4 にしとこうかなってのもあるんですけど、まあ、ちょっともしかしたらページが小さい折り込みみたいなのがあったりすることもあるので、私はちょっとサイズ自動検出にしちゃってますけど、これで今のところ損したことはないのでここはサイズ自動検出にしちゃってます。でマルチフィード検出っていうのはこれ長さと重なりで検出ってのがあるんですけど、これはやっといた方がよくて重なりで検出っていうのを私はやってます。これやっとくとなんていうんですかね、スキャナー側で重層っていう、まあ、2枚同時に通ってしまうと、まあ、その2枚の間の内側のページが読み取れないことがあったりするので、そういうののエラー検出にはまあこれ重要なので重層検出はしてます。でファイルサイズの圧縮率はまあ一番圧縮率を効かせなくて綺麗な方にするという設定ですね。まあ、基本的にこれをメインに私は使っています。でスキャンする方法の前にスキャンの時にどういうふうに原稿を作るかっていうところから話をしようと思います。